はい、どうも皆さんこんにちは、ナテです。ということで今回はですね、唐揚げを作って、またまた唐揚げを作っていくんですけど、今回はこの前作ったトルティーヤで巻いたやつ出したじゃないですか、動画で。まあちょっとあれ失敗しちゃったんで、次はあれを改良できるかなと思って、まあそれを作っていきたいと思います。それじゃあやっていきます。はい、肉を入れまーす。よし、もうみんな何入れるか分かるだろう。酒、塩、醤油、生姜のチューブ。もうするのだるくなっちゃった。はい、それじゃあね、こんな感じに揉み込んだら30分つけていきます。ペッ、あ、もうこんなん入れられんわ。小麦粉入れます。塩、水300、ね、まあオリーブオイルと。よし、こんな感じで、今回はこの前がちょっとね、ちっちゃっていうか、少ない、分量が少なかったのかなっていう感じのイメージだったから、ちょっと量3枚分からね、6枚分にしたのと、あと今回はまん丸じゃなくて、長方形型に作っていきたいと思います。しかし、まあこの生地もね、眠らせないといけないので、眠らせていきます。これはね、冷蔵庫で眠らせていきます。ういうい、ということで、これでね、生地と唐揚げの肉ね、煮終わりました。ということで、まずね、このトルティーヤから焼いていきたいと思います。あれ、箸の方がもしかして入れやすい。よし、はい、1枚目完成です。よし、それじゃあ2枚目。よし、それじゃ3枚目。よし、オッケーですね。それじゃ、それじゃこれで4枚目です。よいしょ。よし、それじゃあね、ここに焼いたトルティーヤが置いてあるんですが、もうその横でね、唐揚げ片栗粉つけてね、揚げていきたいと思います。よし、あ、レンゲいっぱいで良さそうだった。それじゃあね、油160度になったら入れていきます。よいしょ、はいよ。よしよし、それじゃあね、一回
取ります。全部は一気にはしんどいので、まあ、200度に上げてね、4個ずつ2度揚げしていきます。もうね200度上がりました。ということで2度揚げ、あった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 、あれって水だって、あったあった、よし揚げてこ。よし、それではね、唐揚げがこんな感じで揚げ終わりです。よいしょ。こいつもね、もう使い切っちゃいましょう。あとちょっとなんでね。お、爆発、爆発。下に通して、もうちょっとこうして、こう巻いて、ここをこう巻くと、ほら見て、この前よりはるかに、よしよしよし、こんな感じで巻いていく。こんなことある、完全にかぶった。はい、こんな感じ。あー戻る、こうケチャップとかこんなかけちゃったりして、はい、マヨ、胡椒もかけたらよかったかもな。よし、ケチャップ、こんな感じ、あー、距離感、こんな感じでね、できちゃったんですけど、まあちょっとね、本当だったら最初巻くときにかけるべきだったんだろうけど、まあ後のせい、黒胡椒。じゃあね、今回はこんな感じで唐揚げのね、トルティーヤ巻き完成になります。よっ、まあ、結構ね、想像通りに、俺のね、理想通りにできたんじゃないかなと思ってます。じゃあね、今回は生地があるのでご飯は食べずに飲んじゃいます。それじゃあ最後までご視聴ありがとうございました。もしね、これ美味しそうだなと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントをぜひよろしくお願いします。来たね。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。次はどんな唐揚げを作るのか。じゃあ、バイバーイ。